根元厚生労働大臣ただいま議題となりました、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。児童相談所における児童虐待相談への対応件数は、一貫して増加が続いており、平成29年度には13万件を超えています。 時に痛ましい事件により、かけがえのない子どもの命が失われる状況が生じており、児童相談所の体制強化、関係機関間の連携強化等の対策が喫緊の課題となっております。こうした状況を深刻に受け止め、児童虐待防止対策の強化を図るため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。 第一に児童の権利擁護であります体罰禁止を法定化するとともに、政府はこの法律の施行後2年を目ドとして、民法に定める懲戒権のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務として、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において、児童に意見を聞く場合においては、 その児童の状況や環境等に配慮することとしています。第二に児童相談所の体制強化であります。児童相談所が躊躇なく一時保護などの介入的対応を行うことができるよう、介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けることなどとしています。また、児童相談所において、常時弁護士の指導の下で、 法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉士の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。第三に、児童相談所の設置促進であります。児童相談所の管轄区域に関し、人口、その他の社会的条件について定める、 三者基準を法定化するとともに政府はこの法律の施行後5年間を目処として中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう設置にかかる支援その他の必要な措置を講ずることとしています第四に関係機関間の連携強化であります学校教育委員会児童福祉施設等の職員について衆議義務を規定するとともに ドメスティックバイオレンス対策との連携強化を図るため、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターについて、相互に連携協力に努めるべき機関として、法律上明確化することとしています。最後に、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、平成32年4月1日としています。以上がこの法律案の趣旨でございますが、 この法律案につきましては、衆議院において、言語表記を改めるほか、一部修正が行われたところであります。ご審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたしますこの際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、西村智奈美君から説明を聴取いたします。